さあ、そしてここに、じゃあ、はい、下関を作ります。スモーキー砂漠のど真ん中。ユニットを回復。そしてここにあった師団で一気に攻撃。意外とダメージ受けたな。落ちないね、それでもって。しょうがないな。おい、とりあえずどうしよう。ここいたな、そういえば。カタパルトじゃなくて、いた。戦士軍団。一気に突っ込むワシントンへ。道路があるから便利。ターンを終了。1450年。さあ、ユニットを生産。ここでも足軽を作るよと。やばいな。文化、どんどんちょっと下がってきてんのは嫌だな。ワシントンへ向けて進行。よし、行け。弓兵軍団弱いぞ、結構。突っ込め、突っ込め。よし、あとちょっと行った。落ちろ、ワシントン。落ちないか。どうしようかな。自国領での、ユニットあたりの移動力1増える、素晴らしい。さらに、これで、突っ込めるか。6じゃちょっと無理だね。やめとこう。はい。ユニット回復。ユニット回復。で、軍団を編成。さあ、来た。行くぞ。ワシントンへ向けてさらなる師団を編成。京都師団もさらに動くよ。ワシントンへ向けて。とりあえずワシントンを落とす。まずは。レギオンは、はい。来たね、来たね。いいよ。大軍団。間に合うかな、東京から。ワシントンまで行けるかも。ユニット回復。完全回復。さあ行け。戦士か、もうあとは。落ちるかも。落ちた。よーし、ワシントン落ちた、ついに。アメリカ、まだいんだ。あくまで戦うのだ。はい。アメリカを占領下に落とす。25ゴールド。つまらぬ贈り物はしまっておけ。25ゴールド、デンバー。よし。全兵力をデンバーに向けて移動させる。第二騎兵師団も同様に、デンバーへ向けて。なかなか立派な都市を手に入れたね。おい。いいね。名古屋騎兵師団。デンバーへ向けて。おい。そして鹿児島騎兵師団。彼らも、とりあえずデンバーへ。とりあえずもう、足軽できた。おい。いいよ。みんな向かえ向かえ。第一戦車し、戦士指南もまあいいや、とりあえず。とりあえずみんな行って、移動。ワシントン入れた。よーし。攻撃。優勢。超優勢。おい。やったぜ。残念だったね。あと3箇所制圧できれば、制覇による勝利。やった。偉人が現れる。テクノロジーだ。封建制度。姫路城、宗教、火薬、ライフル兵、チキンで、カノン砲、あ、カノン砲だな。うん。まあ、火薬も後で欲しいけど、まずは、早く戦車師団を作るんだ。いや、その前に、とりあえず、足軽だな。おい。お、いいね。贈り物。関心はない。よーし、今度は奈良騎兵軍団。これも、デンバーへ向けよう。全兵力を、もうアメリカ方面軍に回す。レギオンは防御。さあ行くぞ。デンバーへ向けて攻撃を開始。もう言うてだと思うんだよね、攻撃で。意外と強いぞ。殲滅されたか、まさかの。おー、やった、いい仕事したわ。オッケー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 。第二騎兵師団もよくやった。不屈の騎兵師団。彼らも同様にデンバーへ向けて、出陣。いけ！
多分これはやれる。意外と弓兵厄介だな。よーし、落ちろ。落ちない。だ、まだ大丈夫、まだいるんだ、兵力はいくらでも。この道路があるおかげでの軌道、もう電撃戦がやばいわ。楽しい。そして攻め込むと。よし、あっと、さあどうだ。いっかないか。おお、来た、デンバー占領。やったぜ。おお、しょ、おお、これでアメリカを完全に支配下に置いたね。やったぜ。これでもう、いいぞ。1500年にしてアメリカを我が軍の、指揮下に置いたぜ。指揮下ってか支配下に置いたね。素晴らしい。これだよ、これ。これを待ってたんだ、俺は。はい。トーマス・エジソン。お、いいね。大科学者。アクティブ。で、デンバーで何を生成する？どうしようかな。スパイ作ってほしい。開拓者をさらに作るか。開拓者。オッケー。ユニット回復。みんなとりあえず、お疲れ。足軽待機。足軽結構作るの時間かんな。しょうがないけどさ。大科学者。偉人の能力ね、これ。あー、間違えた。インターフェース。あー、なるほど。はい。チキン。どうしようかな。使うか。あるいは、あー、どうしようかな。科学力の生産 50% は大事だからな。ここで待機させておくか。チキンがあと、どれぐらいで完成するのか。それにもよるんだよな。ちょっと見てみようか。ちょっと待ってくださいね。どうやって見るんだっけな。都市画面じゃなくて、これじゃないか。こうか。これでチキンがあと、毎ターンプラス80で、あと、あー結構かかるな。そしたらいいや。使っちゃおう。早く軍事国家を作るために。定住させてもまあ、悪くはないが、まずは、チキンの研究完成させる。うぃ、可能法生成。さらに、よいしょ、都市画面で。はい、とりあえずいいや。可能法できた。とりあえず、そのアメリカの先に一体何がいるかも考えなきゃいけないな。もうこの土地には何もないのか。そしたら、上陸部隊を編成するしかないしな。もうないね、これ。あ、これあれだ、日本とアメリカしかねえ、こっちの側は。下関の先もなさそうだしな、多分。ないと思うんだよね。多分。そうなってくると今度反対側だ。火薬を作るか。いや、蒸気機関で、巡洋艦。火薬だな、まず。うん。おい、不屈の騎兵士団。彼らはじゃあちょっとこっち側へ、長崎の方角に向かようかな。足軽待機。足軽待機。騎兵は待機。騎兵軍団、とりあえず移動へ。とりあえずみんなヒューストン一旦集まって、まあ別にいいや、それはほっといて。デンバーか、それ。で、どうしようかな。はい。とりあえず。で、向かうは、奈良だな。奈良に、で、ギリシャ軍がいるから、そっちへ移動しよう。それが一番いいや。とりあえず、騎兵ができるだけ、待つ。ちょっと。そんなところか。とりあえず、みんな向かってくれ。早いね。やっぱり。騎兵軍団、目指すは、奈良。集まってきたね、おのおの。足軽軍団もいずれ作りたいけどね、侍軍団もいいんだけど、まずはどういくか。あ、来た。開拓者、デンバーで完成。足軽だな。5ターンを生成か。結構かかるな。どうしよう。どこに作るかだよね。この先なんもなさそうっちゃなさそうなんだよな。で、都市作ってもしょうがないし。一旦じゃあちょっとこっち側？ここだね。こっち側に向け、これ行き止まりだ。ってことは、まあ、とりあえずこっち行こう。はい。待機。
長崎じゃなくて、じゃあちょっとできるだけ、はい、ここま、もうここまで行く。国境線近くまで。に、大師団を作っ、寄せておく。とりあえず、みんな元気だね。下関の騎兵軍団も同様に、ちょっと国境線近くまで5ターンかかるけどいいや。向かってくれ。火薬が必要の硫黄。硫黄はでも使えんじゃない？正直言って結構。多分ですけどね。はい。大量に国境線沿いに、軍隊を派遣。いいね、結構。お、アレクサンドロス。はぁ、なるほど。担当省と相談。すぐに倒せる相手。なるほど。さあ、固めてんのが。まあ、とりあえず一旦、こっちで、うん、集めてやり、兵力が温まるまで待つ。うん。いいよいいよ。あげるあげる。その、安っぽい。同盟。その後で、こっからもう一気に、また対ギリシャ戦が始まるからね。その覚悟もしておこう。よし。おっと。交渉を始めよう。我らギリシャ、こんな、ほー、なるほど。平和な関係を結ぼう。テクノロジーが欲しい。ないのか。世界で起きてる事件について。またこいつらも特に同盟結んでるわけじゃないんだ。次回行きます。お楽しみに。アメリカは、日本の統治下に置かれた。こうして、日本大陸はほぼ平定した。次の目標は海の向こうである。海岸線の先に新世界を見つけるべく、アメリカ地方の工業力で海軍を補強していく。次回、日の丸艦隊、抜棒。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど。